やりましたー。配線作るのも本数がすごいしたくさん苦労しました。一発でこう破壊壊れちゃって、さあどうだ、惜しい惜しい、さあどうだ、まっすぐ進んで。新年おめでとうございます。トヨタイムズの富川優太です。今回のトヨタイムズニュースではトヨタが挑戦したギネス記録についてお届けします。トヨタが誇るバスケロボット Q の挑戦です。AI でゴールまでの距離を計算し100発100中でシュートを決める、そんな目標を掲げ2017年に有志が集まって開発が始まった Q。 2018年には世界初のロボット選手としてトヨタのプロバスケチームアルバルク東京に所属。2019年には連続フリースロー2020本というギネス世界記録を達成。その後もドリブル、パスと着実に進化を遂げてきました。そして今回新たに挑む記録は、今回は、ゴールから最長飛距離に挑戦します。遠投ってことですね。そうです、はい、24.5メートルで反対コートのゴールの下からシュートするというのに挑戦したいと思っています。自信はどうでしょう。そうですね、今回やってくれてるメンバーがもともと2019年にギネス記録を取った時に、その動画を見て Q をやりたいって言って加わってきてくれた若いメンバーが中心になってますので、彼らの力を信じて見守りたいなと思います、はい、2つ目の記録に向け公式認定員が会場を細かくチェックします。挑戦できるシュートは3本までと決められました。そしてそれでは皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、はい、準備ですか。はい、さあ野見さん、いよいよですね。いよいよですね。ねえ、もうみんなも緊張してねえ、緊張しますよね。ドキドキしますよね。でもきっとやってくれると信じてます。そうですね、はい、楽しみですね。さあ、ああもう自立してます。自分で立ちました。球が左手が上がりました。さあ左手でボールをつかみました。そして構えました。いけ、さあどうだ、惜しい、さあどうだ、惜しい、惜しい、ほんのわずか、惜しかったですね。ちょっと内側だったら入ってましたね今。これ3回投げていいんですよね。3回投げていいんです。3回のうちに入ればギネス記録になりますので。さあ残るは2回となります。さあ2投目です。さあどうだ、まっすぐ進んで、うまいか、まっすぐ進んで、うまいか、うまいか、
測定の結果、目標を5ミリ上回る 24.55 メートルのシュートを決め、見事ギネス世界記録に認定されました。やりました。一見簡単そうに見えますが、記録達成に向け様々な改善が行われたそうです。どんな苦労がありました、ここまで来るのに。あの、私たち中の配線を作ってるんですけど、まあ、作って組み付けてるんですけど、はい、配線作るのも本数がすごいですし、まあ、組み付けるのもすごい大変なので、まあ、その辺でたくさん苦労しました。あの、全然想像できないんですけど、何本ぐらい配線があって。350本ぐらい。わー、入った時どんな気持ちになりました。めっちゃ嬉しかったですちょっと心配だったんですけど、もう入ってめちゃくちゃ嬉しかったです。なるほど、はい、私、あの、制御ソフトを担当してるんですけれども、はい、あの、飛距離の面と、まあ、そういう精度の面でなかなか、あの、ハードルが非常に高くて、これまでの投球とはちょっと違うフォームにチャレンジしまして、ちょっと腰の、あの、腰の浮かし方ですとか、まあ、これちょっと飛距離の部分ではあのチャレンジをして、その中でもあの安全にあの投球ができるというところを目指して、うん、はい、まあ、あの、右手を新しく結構してるんですけど、はい、まあ、あのバネをここに仕込んでまして、へ、まあ、バネがこうギュッと力を貯めて解放するっていう、はいはい、でそれで大きな力を出すってなってて、で作って、いざそこそこ去年の1月ぐらいここで試すってなった時に一発でこう破壊なんか壊れちゃって、でそこでやっぱプロジェクトが止まるとか、皆さんとの検討時間がなくなるとか、まあ、いろんな苦労があって、結構そのプレッシャーもすごい、やっぱ自分が設計したところは壊れるみたいな。でも壊して鍛えて、はいはい、そうです、でさらに進化するっていう車と、はい、全く一緒じゃないですか、車作りと、はい、なんとかチームの皆さんがいたんでできました。率直な感想はいかがでした。あの、間近で見させていただいて、本当にあのすごい距離をロボットが投げるなと思いましたし、あと世界記録として、あの、本当におめでとうございますという気持ちです、はい、一緒にね、この場を共有できて嬉しいですね、我々も。いや、もう本当に光栄ですし、やっぱりこのギネスワールドレコード の、 あの掲げられている、その世界をもっと面白くとか、あの、世界中に感動をっていうコンセプトが、あの、我々も Q っていうプロジェクトを通じて体現したいなと思ってたところでしたので、こうやって本当に記録を達成できて大変ありがたいです。トラバリーさんはこの Q を使ったギネス記録、もっとどんなものが見たいですか。そうですね、やりますんで。何でもやっていただけるということですかね、はい。そうですね、バスケットボールを使った記録っていうのはいろんな種類のものがあるので、あの、ぜひ全てを Q6 に挑戦してもらって、どんどん更新をしていっていただければ、はい、やっぱりダンクとかしたロボットもいないわけですもんね。あ、そうですね、見てみたいです。なんか言わせようとしてプレッシャーかけようとしてます、野見さんに。でも本当に、はい、あの、こうしてまた、あの、新しく、あの、定期的にギネス世界記録挑戦をマイルストーンに開発を進めていければなと思います。はい、ギネス世界記録達成、ヒュー